ます。パチ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 、どうも、始まりましたオイステーション。よいしょ、今日も一人でございます。寂しい。なんかこの前回もこの感じたんですけど、最初一人だと結構寂しいんですよ。安定の一人じゃないです。安定の一人です。トモヤさんとももうちょっとしたら来ると思うんですけど、もう今回もね、ちょっと一人スタートで行かせてもらいたいと思います。りょうさんのポジションを奪い取りました。はい、ぼっちっちでございます。一人でございます。でもみんなもいるからね、一人じゃないよ。はい、キモい。今ゲロ吐いた人何人いるんでしょうか。髪の毛くるくるでございます。最近ね、なんかわかります、髪の毛巻いてるだけでちょっとイケてる風オーラ出るみたいな。ちょっとなんか勘違いやろうかもしれないですけど、そういう指パッチンした。だから、これだけ髪の毛もね、こういう風にちょっと、巻いてくるくるしとけば、ちょっとこの人 やる人なのかなと、ちょっと思われるかなと思ってやってみたんですけども、髪の毛めちゃめちゃ今短くしようか超悩んでて、もう負けないぐらいにするか、もう本当に僕3代目の今市くんが好きなんですけど、今のああいう感じ分かります？なんか紅白出てた時みたいな、めっちゃかっこいいんですよ。いやもう超もう16歳ぐらいの時にねやってたぐらいの髪型にしようかなと思ってます。前回のニグロのやつじゃないです。ちゃんとかっこいい風にしてみようと思ってます。はい、それではもうちょっと暑すぎてもうこれ脱ぎたいんでね、この辺でちょっと、いっちゃいたいと思います。それではオープニングの方どうぞ。暑い。何ですかあの表情って。ああこういうやつですか。いやあれはマジでキモかったっすね。あれほんと15か16かのやつなんですけど、でも見てくれてる人もね、こうやってやっぱ2連チャンで見てくれてるみたいで嬉しいです。ビンタ、僕噛むとすぐビンタする癖があるんですよ。あっ、お疲れ様です。ぼっち終了、2人タイムでございます。できました。いやめっちゃ寒いですね。やばい、時間ないと思って、店を26分ぐらいに出たんですよ。30分からなんですけど、でもダッシュで来て汗だくになりました。よかったよ。やってきましたね、あのステーション。今日はね、ゲストに、まだ2時頃来ると思うんですけど、ゲストに大輔とゆきを迎えての放送となります。文化人、はい、文化人みたいな。文化人ってなんですか。分からへん。どういうことですか。似てんのこいつ。誰か分かれへん。はい、APATPP あいつか。はい、あいつ最近ちょっと流行ってたやつ。あいつ、あいつうちの番組見てなんかネタ作ってるよ。そういうことなんすかね。でもスーパー光栄ですね。ホスト、お客さん、枕、それ言うと思ってました。セックスって言うと思ったんですけどね。枕でしたね。最低やな。ほんま最低です。最低です。下水やな。意外とでも見てくれてんねんな。見てくれてますね。はい、昨日じゃない、日曜かイベントで、はい、なんかいろんなお客さんとこついたけど、そうですね、なんか喋ったらやっぱ意外と見てくれてんねんな。あ、そうなんですか。そう、あやかや見てくれてるみたいな。あ、嬉しいっすね。うん、それ嬉しいっすね。タクヤ何キロ。タクヤ、今69キロっすね。7キロ痩せて、あ、嘘ついた、70キロ。腹筋7キロ痩せて1キロ太ったんですよ。7キロ痩せて1キロ太った。あ、今ちょっとトマさんにも言ってなくて、まだ言ってなくて、自分も今思ったこと言っていいですか。うん、今ダイエット部じゃないですか。うん、ダイエットしてるんですよ。皆さんちゃんと見て聞いてくださいね。これ今買って飲もうとしたんですよ。朝起きてから飲んだらいいよ。ああ朝起きてから飲んだらいいよ。ああ、めっちゃ酔っ払ってた俺。ダメかな。てか大体覚えてないしな。なんか、うん、なんか俺思うけど、なんかこう
下のこのお客さんとかいたのは覚えてる、はい、けど、はい、なんかあんま上のこのお客さんとかとかあんま覚えてないか、あ、なんか僕のとこあれついてないとこなんとかっておっしゃってないですか、うんうん、一個もないです。あ、そうなの。酔っ払って記憶なくしてもやっぱり仕事はいえー、はい、ちゃんとしていただきました。これ給料上げてほしいな。給料上げてほしいっすね。めっちゃ飲んでましたもんね。いや、めっちゃ飲んだよ、やってましたからね。寝てたし、もう店の真ん中のソファーで営業中に普通に寝てたし、寝てましたね。で、寝てて、この足じゃないですか、この辺に台風いるんですよ、うん、こう、でもやっぱでも酔っ払って寝ぼけてもやっぱちゃんとするんでしょうね。こう膝があったんですけど、うわ、これ絶対足の上乗っけんだろうなと思ったら、こうちゃんと、ちゃんと受けてましたね。全然覚えてないわ。全く覚えてない。相当やっぱ、ほんと11時過ぎやな、過ぎとかにはもう終わってましたね。掃除が泣いてましたよ。あー、なんかマイクで鼻殴ったらしいな。言ってましたね。あれ、いきなりなんかマイク鼻殴られて話してました。涙出てきましたよって言ってました。あ、マジでっっ。よくある、よくある。はい、よくありますね。ハプニングあるからね、やっぱね。そうですね。でもな、やっぱ掃除っていつもそういうのにこう巻き込まれるタイプやん、はい、巻き込まれるタイプですね。だからやっぱり結局は、はい、俺らが悪いんじゃなくて掃除が悪いと思うね、はい、あいつが持ってるものだった、ね、そうそうそう、はい、引き寄せるものがあるんでしょうね。なんなんやろな。かわいそうなタイプだと思うよ。かわいそうなタイプですね。実は僕もずっとそうだったんですよ。ずっとそうだったじゃないですか、うん、地元でもずっといじられキャラで、もうなんかいじられキャラといったら拓也みたいなところが本当にあったんですけど、最近ちょっと抜け出せてきて、絶対触れたらまた来るなと思ってるんで、触れてはなかったんですけど、はい、抜け出せました、はい、あ、お誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。まあ22だよね。22ですね。22日に誕生日やねんけどね。だから22日にね、はい、また来てね、はい、飲まんけどね。飲まんですね。ユキヤのバースデー、今日もゲストで来ますけど、ユキヤのバースデーとも被ってるんで、うん、そうよ、同時でまたお祝いをしてもらえるっていう、うん、そう、そう、わかる。遅くなりましたがっつうけど、はい、トモヤやね。なんだよ、誰なんやろ、お前。全然気づかなかったっすわ。俺もちょっと疑問に思ったけど、ね、ちゃっかり今日近づいてみたんですね、距離はね。いや、全然気づかなかったです。じわりますね、これは。何が欲しいって言ってくれてますよ。何が欲しいか。何が欲しいですか。サーフボード。サーフボード、まあでもやっぱサーフボードも欲しいし、はい、お金も欲しい。現金すぎいらん。現金だって俺財布今日持ってきてないしね。マジですか、うん、もう何もするつもりないですね。いや、ほんまに、まあ、仕事するだけ、ね、だって仕事終わってるから飯食わへんって決めてんのにお金使わへんやん。だってこの間48時間食べてなかったんですよね。50時間行ってた。50時間やーばー。50時間飯食わへんかって別に何も別に断食しようと思ったわけでもないし、はい、何やろうの、なんか食べお腹空いて食べたいかな、でも眠い、どっちを寝ようみたいな、でもずっと続いて、はいはいはい、そうそう、財布いらんもんだって、まあ、財布だって店と家なんか5分ぐらいやし、めっちゃ近いですか、うん、ほんで何買うって別にないし、水分飲みたか、なんか飲みたいなったら店で飲めるし、そうですね、ご飯食いたいかって言ったら別にもう今はそんな食いたくないし、はい、何も別に。じゃあポッケなんかタバコと携帯だけですか。タバコと携帯と、はい、あと Wi-Fi ぐらいしか入ってない。へぇ、ほんと使わないですね。したら全然使わん。支払いぐらいじゃん。あ、銀行突っ込んどいたらいいだけやろ。そうっすね、そうっすね、うん、もう何もしなくていいっすね。いいよね。トマヘは上で大丈夫だよときてます。ちょっとなんか今月からあれしてみようかなもんね。はい、いくら、ほんと1年間最小限でどんだけ生活できるか。はいはいはい、はい、だから1ヶ月1万円生活ってあるやん。1年10万円生活が無理かなと思ってる。1日330円とかってことですか。で、飯食えへんかったらいいよ。やばかった、飯食わなかったら3日に1回飯とか。死にますよ。大丈夫ちゃん。死にますよ。もうそれでもう潰れちゃったんじゃないですか。あ、で、バースの時は、バースの時はなんか仕事、バースの前の日仕事終わってから食べたんやけど、はい、そんな食われへんかって、で、はい、寝て起きて、はい、で飯食おうと思って、はい、で飯食おうと思って買って、はい、で食おうと思ったらもうシャン、なんかお客さん来てます、シャンパン入りますってなってて、はい、行ってでいつ食おうかなと思って置いてて、はい、で結局食べるタイミングないから自分の席を置いといて、はい、で置いてなんか結局たまに戻ったりするときに食べるかなと思って置いといたら、はい、なんかちょっとなんか
自分の席戻ってなくてもチラッと見たら全部なくなっとって、はい俺が買って食べようと思ったのがなくなっとって、ね、誰も別に食ってもいいって言っとっけからどうやったっけみたいな、はい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 、中盤ぐらいに今もう裏行って食べるとか無理やなと思って、はい、席行ってこうパッて食べれてみたいなぐらいが一番ベストだと思う。自分の席置いといてや、はいはいはい、これでまあお酒、ね、お酒入ってたから食べてええでって言ったんかどうなんか忘れたけど、はい、なんなんすかね、いまだに謎ですか、うん、まあでも、どっちにしろ食われへんかったし、一回も吐かへんかったぐらい。そうなんすか、うん、へぇ、吐く時間すらも惜しかったですか、なかったの、ほんま本当にすごい状況でしたね。ずーっとシャンパンばっかり、常に5、6本溜まってる状況でしたね。な、はい、すごかったっすわ。すごいよな、よくやるよね。やばかったっすね。あれですよ、でも僕今はそのダイエットしてるから、その もうご飯どんだけ食べないでとか、まあ、挑戦することになったわけじゃないですか、うん、普通に普段あのいちごミルクとか、うんうん、ココアとか飲んでるじゃないですか、うんうん、結局もう意味ないじゃないですか、これだって食ってへんもん、そんな。あ、甘い飲み物だって1日1食やね、これだから大体1回ご飯食ってからまたご飯食う前、俺24時間空いてるから仕事の前ですか、うん、は何食べるんですか。普通に別に食べたいもん食べたい。で、食べようかなみたいな感じで、はい、今日も別にもうそんなお腹空いてないし、はい、うん、そうっすよね。俺多分夏までに腹筋割ること可能やもん。本当ですか、うん、今どんな、うん、すごい痩せましたね。なんか、ね、力入れたらちょっと筋が見え始めて、ここのこれが、いや、こうやってこうなんですけどね。本当はこうなんですけどね。めっちゃ痩せてるやん。深谷君今へこましただけです。もう今へこましすぎてあばらめっちゃ痛かったです。めっちゃ痩せてってるから、ウェットスーツとかもな、だんだん細くなって、なんか緩くなってきて、この時期めっちゃ水入ってくる。そうですよね。僕もズボンが緩くなってきたやつとかありますもん。こんな感じがします。このスーツとかも久しぶりに来たけども、ゆるいというか、なんつうの、本当はもうプチッとしたスーツやったんやけど、はいはい、結構ゆるみが出てきて、いいことです。僕顔が痩せやすいです。顔着てんな、もう顔あんまりやすい。てかもう顔多分な、もうこの髪やし結構厳しいで。どういうことですか、髪の毛と。いや、なんかな、やっぱこうどうだろうな。でもやっぱ顔でも65キロ台ぐらいいったら多分いけんちゃうかな。はいはい、結構減ると思う。俺も70切りそうやから。あ、そうなんですか。60キロ台。あ、本当ですか、うん、筋肉あるのにそれってすごいですね。そんな本当変わるもんなんだねって言ってますけど、そんな変わるもんなんすね。変わるよ。でも1年かかってないからね。そうですよね。僕もここまでただやで、ただ本当そうですよね、うん、マリンスポーツしてるから余計にいいからね。確かにそれもでかいでしょうね。これプラス運動したらお腹も減ってくるのかなと思うんですけど、顔本当痩せたから最近めっちゃ言われるんですよ。超嬉しいです。大体、あ、やばい、もう大体もう言われますね。大体久しぶりに会った人とか、すごい嬉しいですね。っていうこの言われて嬉しいで喜びをまあ初めて分かって、結果もやっぱ出てきたんで、うん、でもう知れたんで、僕は多分もう我慢し続けられますもんね。楽しくなってくるやろ。だから最初がだから5キロぐらいまでがしんどいし、はい、なんかあんまりやし、はい、でも5キロな超えたら、はい、結構意外と楽しくなってくるやん。頭おかしくなりそうでした。もう夜ご飯我慢しなきゃいけないってい もう苦痛がすごかったです。でももう大丈夫です。なんでダイエット部も抜けても大丈夫だと思います。いや、いいよいいよ。あ、だからもうすごい体になった時や。そうす。ムキムキになれる。だね、だね、夏、はい、夏いい体で海行きたいみたいな言うんやん。あ、それ僕も今ちょうど同じこと言う。しかもディスリバージョンなんですけど、夏いい体で海行きたいとか全然意味わかんないですけど、言いそうなんですよ。危なかったです、危なかったです。いやでも、一向にできたことがないから。はいはい。そうそう。今年ですね。あ、他のダイエット部のメンバー、銀が出ますか？痩せてってるよ。あ、なんかちょっとなんかこうなんつうシュッとなったとかあんまりない。一回りちっちゃくなったと、やっぱでかいから元があいつは。はいはいはい、一回りちっちゃくなったなとかはなんかあるかな。はい、そうそうそう、うん。まあでも全然ええ感じにこうなってきてるよ。そうです。
でもこの間銀河あいつハンバーガー片手に、うわもうハンバーガー食ってんじゃんって言って机の上見たら、あの肉野菜、肉野菜炒めみたいな。なんであいつそんな状況になってたの？そうですよね。いやなんかえなんでって言って、えもう忘れてんのって言ったら、いやこの後ちゃんと食べてこの後仕事頑張りますっていう、あ営業後です、この後もなんか仕事あるんでそれも頑張りますっていう、風に今友也さんには言うんで大丈夫ですみたいな言ってて、いや大丈夫じゃないよそれ絶対何言ってもダメだよって言ったんですけど、酒飲んでから飯食うなしよね。そうですよね、なんか寝えへんからとかちゃうしよ、はい、酒飲んだらダメなもん。ダメよ、マネージャーにも責められてるし、マネージャーに責められたんやあれって来ましたね、騒いでたら来たと思って、で今日それ早速ブログにアップしました。脱落しましたね、やつは。はい、夜頑張ってますよ、耐えてますよ今。ハンバーガーやばいですよ、ハンバーガーはもうこれみんな食っていいよって冗談で言ったら本当にみんな食いやがって、銀河かわいそうになっちゃいました、ね、タケルあいつ入ってこーへんよな、なんか入れて招待してるのもう5日ぐらい経ってるのにあいつ逃げてますよ、あいつマジで。いいんかね、だって痩せたらさめっちゃ楽やで。確かに僕もそれ知れたんで、なんでだろう、ね、楽やで、だってそれでも見た目だけで女の子いけるわけやから、はい、別に頑張らんでもいいわけやジンも結構来てるじゃないですか。あーでもな、あいつな、はい、でジン、はい、あいつどうやらな、なんでお前デブなんだから、まあ、入れよって俺はトマさんに言っとくよって。なんで痩せようとか思えへんのかな。だって他のホストクラブの子とかさ、はい、普通にジム来て頑張って練習したりとかしてんで、はいはい、なんかこう、まあ、格闘技好きやからか分からへんけど、ダイエットなんかどうなんか分からへんけど、でも頑張ってやってるよ、はい、ああ本当ですか、うん、拓也さんインスタチェックしさせてもらってます、ありがとうございます。インスタとか、あすいません、僕も店長みたいにインスタのやつ貼るとかでできますか。あ本当ですか、やった、あ、わかりました。じゃあ、今日から僕インスタグラマーぶります。インスタの ID をね、インスタってさ、もう結局は何が目的なの、そのいろんなさ、人が見てくれてさ、なんかあれやけどさ、はい、僕もいまいちあんま分かってないですよ、ね、あれ、お金もらえるなのってだいぶ先やろ。お金もらえるんすか。あ、なんか YouTuber みたいな、なんかあー、あるんですね、そんな感じだ、あるって聞いた覚えはあるような気はする。そうなんすね、これなんかもらえるようになる。ああ、そうなんすか。お金がかかるのか何個かなんか知ってますけども、広告系、広告系なんか、ああ、そっち系ですか、ね、あ、なんかあ、そういうこと、広告で自分のページでこれを使ってますで、はい、これよかったらぜひどうぞで、そこからクリックで何か買ってくれたら、はい、結局はお金が入ってくるってことだよ、はい、ああ、そういうこと、多分、ああ、そういうことですね。でも1円、0.1 円とかそんなのかね、ワン、いや、どうもないやろな。の人が使っていいかもしれないけどな、また別の人が使ったらどんなのか分からへんしな。最近でもインスタで思い出したけど、現金が見えへんかったな。どっか行っちゃいましたね。なあ、現金がなんか普通に店出してて、店に普通にいるみたいな、なんでしたっけ、エステでしたっけ、普通の飲食店でしたっけ、なんか言ってましたね、前なんか載ってましたね。担当じゃないキャストの方の方がフォローできることなんですか。どういう決まりやったっけ。僕の記憶上だとダメ、ダメなんですか。だってダメいいけど、あんま返さない。ああなんかそうですね、オッケー、分からへんわ、オッケーしてください。いやね、はい、インスタね、はい、インスタいいですね。最近で僕流行り始めて、ピーク過ぎたぐらいの時に始めたんで、あ、やり始めたか、復活したんで、それまでもずっと放置だったんであれですけど。あ、そうな、はい、昔からやってたよ。前からDJ やる、ちょっと やってなんか、そんな昔からのインスタって。でも僕一番最後のやつ多分結構前のですね、年前とかのやつですね。全然やり方分からなくて放置してたんですけど。店長最近インスタやらなくなったよな。いや、マジですか。いや、なんか減ってってない。ほら、俺がインスタ見てないからな、まずな。あー、インスタやんないですか。で、なんか僕、サーファーの人ってインスタやってるイメージなんですけど。あ、やってるやってる、やってますよ、ね、だって大体いいねくんの従業員かサーファーしてもらう。レオのインスタ超かっこよくないですか、なんか撮ってる。あれ GoPro やろ。そんないいんですね GoPro って。僕それ買おうかめっちゃ悩んでるんですよね。でもさ、写真撮るときにさ、Go、はい、出て、じゃあインスタ用に GoPro ってめんどくさくない。もう携帯のペンって撮りたいやん。まあまあ確かにそうですね。しかも常に持ち歩かなきゃいけなくなるんで、バッグもなんかでかくしないといけないし。だからサービスしてるときとか、ああなってくれば、はい、まあ、GoPro いいけど、はい、
から持ち歩いたらだってただそのなんかもうギャルやん。ギャルっすね。ギャルやん。ギャルがもう最近あれやん、もう GoPro か、はい、一眼レフ持ったらなんかちょっと私イケてますよーみたいな。ありますね。あるな。ありますね。もうな、どうせ一眼レフ持つんだったら戦場カメラマン的な感じでこう喋り方もさ、そんなに撮ってほしいな。ちょっと真剣になりきってもらわないとですね。GoPro なんかヒーローでしょ。なんか GoPro ヒーローなんか、あ、なんか GoPro って何言ってきてるんで。なんかあれやろ、あのこうつけるやつやろ。あ、ちゃう、見るやつ。あ、ちゃうって GoPro って、あ、こうやるやつです。なんかああ何棒、セルカ棒みたいな感じのやつでなんかこう持って、あ、持ちながらこれ、あ、違うな、あ、携帯となんか多分 Bluetooth かなんかつなげて、でも本当線とかないじゃないですか、うん、だからこうやってやって、それで撮ったら携帯の方で撮ってるのと同じだけど、こっちで撮ってるからそのままデータが携帯に移るみたいな、うん、一眼レフと携帯がつながったバージョンみたいな目だったら、簡単に言ったらそんな感じなんだと思うんですけど、でもそんな俺前お客さんにあれもらったけどな。はい、あの GoPro じゃないやつもらって、あ、インスタありがとうございます。あの、なんていうの、レンズで携帯とも Wi-Fi で飛んでて、でもピッて撮ったら、まあ、普通にデジカメでもカメラで撮ってるみたいな感じで携帯から、あ、そんなんとか全然いっぱいあるよ。 GoPro じゃなくて GoPro のすごいところは、はい、なんか、なんていうの、アテンション持ってるやつです。360度視野っていうかさ、だからこう球体、タイガさんが持ってるやつの進化版ですか。あのこう携帯にくっつけてこう撮ってるやつ、わかりますか。あ、それでまた別、全く別ですか、うん、なんかこう、なんつうの、写真とか撮ったら写真やん、はい、でもなんかこう、なんかレンズが球体なんかどうか分からへんけど、確かなんかこう丸いっていうか、なんかこう入り込めるってから感じやな、言ったら。レオとか持ってますか。レオ持ってる。ああ、なんかさ、こう吸い込まれる感じやなんかあれ。あ、170度までとか。あ、でもすごいっすね。そうそうそう。あ、じゃあもうこんな撮れるんですね。そうそうそう。すげえ広いんだ。おしゃスタグラマー。魚眼レンズ。魚目レンズ。魚目レンズ。魚目レンズ。すごい。すごいっすね。なんかこの話したら本当に欲しくなってきました。でもなんかそれ、いや、結局僕多分本当に1週間くらいで使わなくなるんですよ。で、そうやね。絶対僕そうなるんですよ。俺もだってその、レンズみたいなやつ。何で使ってるかって言ったら海行った時ぐらいやもん。海行って、だからその海の、あ、今日めっちゃなんかいいやコンディションと思って使ったりとか、はいはいはい、そんなだけ。あ、それ以外はもう、まあ使う時あんまないっすか、ね、ないかな、多分。とっくミーハーです。なんかもうミーハーも攻めていこうと思って、てか一回ちょっと言っていいですか、うん、1000コメント目指してるんですよ今日。無理じゃね、無理じゃね、無理だって。いや、あの年始だけかよみたいな感じになっちゃうんで、これ、あの皆さんぜひ1000コメント協力お願いします。僕からも盛り上げます。1000コメです。いや今日はな、はい、なんかおもろいことないんかね。面白いことないですかね。なんか面白いのあるかと思って僕さっき見たんですけど、フォームしかないですね。ないね。はい、いや無理じゃないです、無理じゃないです、いけるっすよ。いけんの。はい、オールフォーワン、オールフォーワンワンワンすよ。なんだっけこれ、なんすかそれ。3D、 あ、GoPro このメガネかけたら誰がこのコメントしてるか全部わかるからね。マジっすか。今聞こえになってるけど、このメガネしたらもう、はい、名前で本名出てるんですか。住所も出てますからね。パンツ、あ、やぶね、パンツ取り行くぞって言ってしまいました。えいや、なんでもないです。イメージがパンツだから、イメージがパンツだからもらってもな。いや、めっちゃすごいメガネできたんですけど、すごいですね、これ。なんほんと 3D のやつ。 3D、 いる？あ、大丈夫です。もう一個あるで。マジっすか？これ違うか。なんか、あ、すげえ、IMAX って書いてある。てかこれもう、レンズないけど。あれじゃないですか？なんだっけ？全然 3D ちゃうし。宮川大輔。めっちゃキモいっすけど、僕これなんか。宇宙変態仮面みたいな感じの。これ。なんこれ。ひらえ。トマさん、かっこいいって来てますよ。メガネつけた。メガネつけた。レンズないっすよ、これ。あ、なんか喋ることないの？は、喋ることですか。いや、あのユキヤと大輔、まあ、大輔があの新しく幹部補佐になって、でユキヤが今週の日曜日、宮川大輔じゃないですよ、大輔ですよ、普通の葵の従業員大輔が幹部補佐になって、ユキヤがバースデーということで、はい、まあ、2人のアピールタイムみたいな感じで、まあ、合計20分ぐらい撮ろうかなって思ってて、2時には来てねって絶対にって言ったんですけど、
全然来ないまだ来ないですね。あいつは絶対肉食いながら来てますよ、チキン。あの僕みたいに、はい、大好き感半端なかったですよ ね今思いました。いやこれ僕かけてたら宮川大好きみたいだったんですよ。へぇ、痛い戻らんくなって思ったし。ぶっ壊したっすね。今日面白い話なんかあったかな。なんかあったと思うねんけどな。最近さっきあのスルーしてましたけど、トマヤさんのあのバースデーの時のことをなんかちょっとディスってるような感じしてましたよ。なんだっけな。いやだもうほんとだいぶしたんですけど、何でしたっけ。あのイベントで酒飲んでどうのこうのみたいな内容、すげえ大事なとこ忘れちゃったんですけど、まあ、それもありましたし、潰れて何が悪いねん。飲んでんねんからしょうがない。そうっすね。トマヤさん生で見たらかっこよかった。ハソホス見ました。ハソホス見たんか。おお。じゃあ早く見せきてもらってええかな。はい。金持ってなあ。はい、あれほんまに金持って集合してきてくれてんのかな。集合してきてくれてそうっすけどね。すごいじゃないですか。なんかまあそういうことでございます。やばいやばいやばい、なんかもう番組変わってきちゃうからやめましょう。なあ、はい、ピンクのサングラス、え、ありましたあった。マジっすか。これ結構な、結構だいぶサイズちっちゃいから。これ亀仙人のやつじゃないですか。あ、そうなん。亀仙人が、うわやべえ、もうミサオみたいになっちゃうんですか。これ超ちっちゃいですもん。痛い。すごいな、いるな、なんかそういうやつクラブに。いるわー。我ながらキモ。めっちゃナンパしてるやん。そういうやつ超キモやつじゃないですか。今自分やつで吐きそうになりましたよ。どうやって戻すんやろ。めっちゃかっこよくないでしょ、絶対。絶対そうでしょ。バースデーの時のメイクかっこよかった。バーティカンの話したん。あ、言ってないっす。うん、はい、じゃあいいんちゃう、言って。はい、言って言ってたよ。言ってました。あのついにですね、あの今までちょこちょこまあ、知ってる方もいると思いますし、ちょこちょこ話題が出してきたんでさせてる方も多いと思うんですけども、僕たち葵は3月1日をもちまして、はい、葵で営業するのが最後となります。イエーイ。そして3月3日から、フェローズという名前で、ま、代表のような存在になり、イエーイ、僕もその下でやらせていただくことになりました。イエーイ。店めちゃめちゃ近いです。もう徒歩30秒ぐらいです。ソフィア5あの前のだから葵2店する前にあった箱に戻ります。箱っていうか、まあ、ビルですね。僕入って1週間だけあそこ経験しました。そうそうそう。狭くなります。めっちゃ狭くなります。半分ぐらいになります。半分ぐらいじゃん。もちろんありますか。半分ぐらいじゃん。半分ぐらいですか。そうです。葵はどうなるんだろうね。葵は知らんわ。そこを置いとくですね。あ、もうどうでも敵ですからね。敵、はい、どうでもいいです、ね、やっぱね、新しくね、お店を出して、はい、ですね、そこで成績を出して、はい、で、葵も吸収して、はい、企みですね。まあ、そうですね、店をいっぱい作って、はい、ほんで、まあね、お金と権力を手にして、はい、あれですね、はい、役員会議を開いて、会議、はい、開いて、で、まあ、社長の、はい、今後の、はい、存続について、はいはい、会議で出して、はい、で、あれを取ってね、はい、俺がもう全部奪ってやると、奪ってやるという野望を抱く、第1店舗目。なるほどですね。スタート地点に立ったところですね。そうこれから俺の時代だと。そうだね。俺がもう全部もうね、奪ってやろうかな思ってるから。それこそ結成ステージだと思いますね。乗っ取り計画。乗っ取りの内容はもうここで全部放送してるから。はい、はい、うん、一応僕はあの2番手的な感じだと思ってたんですけど、あの初めて知りました。その乗っ取り計画。そうそうそう。でもそれで2番手でずっとやってたら、乗っ取った時2番手やで。ナンバー2ですね。そうそう、店長とかあれやで、はい、店長とかもう隠したやで。そうっすね、ヒラっすね。吸収してんねんから。そうっすよね、そうっすよね。ハゲーす。じゃあそれでは、はい、ここら辺で一旦、間を挟みたいと思います。 CM の方どうぞ。
りました。終わっちゃいました。戦ってました CM 中ずっと。はいはい。ね、あのヘローズじゃなくてフェローズです。フェローズです。なんかどういう名前でしたっけ、どういう意味でしたっけ。なんか乗っ取り乗っ取り半端ないですね。野望ね。はい、この社長はこれ意味知らんから。社長英語は苦手やから社長意味知ってない。ああ、マジですか。よかった、都合よかったっす。そこはまさか乗っ取られるとは思わんとやで。そうですね、今頃すやすや寝てるで言ってフェローズです。で、たまたま YouTube でこれを見て、はい、どうひゃー言うて、みんな裏切ろうとしたんかーって、まあしょうないわなーってなって大阪帰るかもしれない。逆に言えば追放契約がありますからね。新店舗移動は、部長拓也で、空、今決まってるんですよ。もしかしたら変わるかもわからないです。仁、安、ひろや、レオ、ゆうと銀河。これ忘れてるやついたらかわいそうっすね。そんぐらい10人でしたっけ。今7人なんですよ。10人言った。あ、そうなの。それをなんで新しい店のあれに報告してこい。あいつらどうなってんね、仕事できてへんな。そうです、そうです、お前かい。すいません、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 気をしてみました。あ、そう、でも代わり誰かちょうだいよな。そうですね。でも掃除はいらんから。掃除はいらんですね。掃除来たら店潰れちゃいますからね。誰がいいかな。タクヤもフェローズです。誰欲しい。どれもこれもパッとしねえんだよな。まありょうさんとか、入れてあげてもいいんじゃないですか。りょうさん、はい、結構足引っ張るんじゃ。引っ張りますかね、多分。まあ、争い増えるからな。最まこっちゃんはまこっちゃんどうする。まこっちゃんなんですか。うん、じんくん、タイガさんは葵の方です。誰欲しい言われたときに、はい、まあ、今いる葵のメンバーで、まあ、欲しいって思うのは別に特におらんからな、はい、あれちゃん、なんかすごい有名な細クラブからもう引き抜いてくる。引き抜いていくんですね。行こうぜ、引き抜き行こうぜ。引き抜き行きましょう。引き抜きで引き抜かれてやな。俺引き抜かれて、逆にフェローズがフェローズが乗っ取られるっていう。うわーってこっちにも利益は何もないっていう。はい、誰か企んでるやつがいたかもしれないですね。なたける一世。一世か、一世な、はい、一世ここね、フェローズ来てさ、ね、はい、ここ出しましたフェローズの会みたいな、はい、フェローズが、アウィステーションなんかね、出て一世がね、はい、じゃあ今週はフェローズからみたいになってさ、はい、でもなせっかく出たのにさ、はい、もうあいつ出したら炎上するからさ。炎上しますね。もう誰も見なくなっちゃいますからね。小鹿とか。はい、小鹿ですか。小鹿。あ、小鹿ですか。すごいディスったと思うの。小鹿でしたね。それは激アツです。それよりゲスト、来ましたね、このタイミングで。僕どのタイミングでね、ちょっと入れようか悩んでたんですけども、ゲストまだ、実はすいません。MC の力不足でございます。もうすでに来ております。では、ゆきやくんと大輔くん、来てくださーい。イエーイ。はいはい。お呼びですよ。あー、寒かった。あ、今日はね、ちょっと早めに来てって言ったんですけども、10分ほど遅れております。そんなことないでしょ。そんなことあるよ。いや、結構大作って来てる。大作って、はいはいはい、みんな来た瞬間、ブワーって来てる。よし、あります。生き生きしてるね、のまんと、はい。まあ、僕らはあれですかね、青いメンバーですかね。そうですね。まあ、青いメンバー、フェローズメンバー分かれますけど、今日はね、ゆきやと大輔の方からちょっと重大発表ということでね。マジっすか。まあ、ちょっと個人個人ちょっと、まあ、話してもらいたいと思います。まずはね、大輔の方からお願いします。はい、この度、はい、そうですね、あれですね、絶対面白いこと考えてる。考えてきてないからね。はい、降格しました。降格？はい。
昇格だよ。昇格しました。昇格しました。それ面白いって思った。絶対負けた。今のは、いや、狙ったわけではないですよ。やばい、やばいっすか。いや、狙ったわけではないっすよ。俺やばい、これでお前葵やってくん。あったわ。名前変えなきゃっすね、葵さん。もう、はい、大輔ってあれなんですよ。Wi-Fi のことを Wi-Fi って言うんですよ。言わねえし。でも、それ前誰から言ったらめっちゃ笑ってたよな。めっちゃ笑ってた。いや、店長だけやって。店長だけですか。お願いします、大輔くん。はい、なんだろうな、まあ、この度、はい、神保さんに、昇格させていただきました。はい、まあ、こんな僕ですが、まあ、葵の、まあ、言ったら、まあ、店長がいて、今の店長がいて、あと、まあ、タイガさん、まあ、はじめさんの下にやっぱ僕がいますから、まあ、この位置っていうのはすごい、やっぱ、やらなきゃいけないこととかいっぱいありますから、やっぱ自分自身もやっぱ結果出していかなきゃいけないですし、すごい、まあ、まあ責任は感じてます。まあこの位置なりのことはやっぱしていかなきゃいけないですから、はい、ねじめか、あれまとまったなと思ってたよ。こういう感じじゃなかった、こういう感じ、ね、だったでしょ、こういう感じ、はい、いや別にいいよそんなあ敵ですし、ね、とりあえず売り上げだけ上げてよね、はい、お金だけ集めてこいよ、はいはい、じゃあ、はい、はい、葵に、まあ、ご飯貢献したいと思います。よろしくお願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。普段はまあいい加減ですからね。はい、もうチンコ出しますからね。そうです、普通にチンコ出しておけば間違いない普通にね、もう盛り上がりますからね。いや、大したもんじゃないやん。2チャンネルとかでめっちゃ書かれてるやん。2チャンネルですか。大輔、それ大輔、めっちゃ炎上するやつ。肌黒いのにチンコめっちゃ白い。逆にそれはこれもうずっと出してなかったみたいなやつじゃないですか。そうっすか、はい、そうっすね、使う機会ないっすからね。大輔は14号ぐらいから友達で、たまたま親同士も友達だったんですけど、そうそうそう、こうやって入って、まあ、一緒にこうやって切磋琢磨してやっていける関係は個人的にね、嬉しく思います。ああ、そういえばそうだったね。そういえばそうだ、俺も今思い出した、うん、忘れてた。そうだ、でもまあ、よっしゃ、話変えようか、離れるしね。うん、できないからできない。いや、もうだってな、こっち人数少ないからな、仕事しやすい、人数少ない分な、どんどん、はい、あれやしな、はい、楽勝やで、ね、昇格祝いのグイグイは。ああ、いい、いい、あいい、あ、はい、はい、飲め飲め飲め、飲め、昇格祝いの、昇格祝いのグイグイしようって来てるで。はい、あれですね、じゃあバースデー祝いのグイグイですね。じゃあ俺この後あれやね、出かけなあかんの。あ、そうですか。うん、なんか今日仕事中も飲んでないし、あれ、築地行かなあかん。うわ、築地行きたい。絶対行かないですよね。でも超行きたい。でも俺思って、だから俺だって別にさ、お酒飲まへんかったらさ、なんかみんなで築地行って飯食えるやん。私行ったら築地もうなくなるしさ、なもうっていうか分からへんけど。え、銀座にいるなんじゃって。あ、銀座じゃない。豊洲？豊洲です。あんななんもねえところに、いやでも築地来てなんもないから豊洲に築地行ったことある。俺この間行きました。え、それどうなん、その朝一築地行ったらなんかやばいの。あ、なんか朝一の方がいいらしいです。そうだろ、はい、でも新鮮なの、ネタが当たらなんかいいの来んねん、はいはい、もうメインの店が。でさ、なんなのそれは、いいのやっぱり。やっぱ新鮮の方がいいでしょうね。値段もまあまあでもそんな結構、まあ、あでも海鮮丼いくらだったっけ。4000円とかしたね。5000円とか、結構、まあ、海鮮丼が5000円ですよ。めっちゃうまいですよ、やっぱめっちゃうまかった。めっちゃうまかったよね。でもさ、結局俺思うんだけど、築地ってさ、その漁港からここにまあ届けてきていろんなもん集まるけど、でも実際はさ、漁港で食った方がめっちゃ新鮮なわけよ。やべー、間違いない、なくなるやー。別に俺サーフィン行ってさ、サーフィン行った時に食ってる寿司とか海鮮丼とか絶対うまいってことだろ。そういうことすよね。ダメやね。そういうことすよ。そういうことやろ。だって築地とか、まあ結局はいろんなとこから朝一で集まってきて、ね、普段やったらご飯屋さん行ったら築地から買い付けして持ってくるわけや、はい、築地とかまあ買い付けしてくるわけや、はいはいはい、でもそれをあえて築地に行くことによってより新鮮なものを食べれるってだけ、はいはいはい、でも取れたてではない結局は。そうですね、東京に一番最初に着いたよってだけや、それは築地って、はい、だからちょっと鮮度があるぐらいで、そんなにやから、まあ、そんなんやったらだって別にあれやん、じゃあ今日は牡蠣食べに広島行こうとか、そんな方が全然いいやん。まあそうっすね、まあ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 、そうっすね。うわ、広島牡蠣食いたい。今日はウニ食べになんかどっかとかさ、行
くら食べに北海道とかさ、はいはい、そういう方がよくない、ね、各じゃあそのなんだろう、じゃあ牡蠣だったら広島、じゃあそれ集まって集まってきてるとか、各なんか有名なところが集まって、だから全てがうまいっていうのもあるのかもしれないですよね。そうか、でそれそうじゃなかった場合どうするんだろう。そうじゃなかったらじゃあ僕が責任取ります。やったー、はい、はい、じゃあ今決まりました、これを見てくれてる今お客さん承認がね、ですか、ね、全員ね、今大輔が言ってたことがね、ね、あれじゃなかったら話まとまりましたけどね、そう、はい、で、あの大輔が全部ね、はい、あれが給料日やったからね、はい、そうですね、お金いっぱい持ってますから、すごいから、はい、ハブリーからもこれぐらい、もうなんかもうこんなもんだって、こんないいもんばっかつけちゃって、いや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 、だってそれ700万ぐらいするでしょ、そんなしないでしょ、絶対に中古で700万ぐらいしょ、中古で700万やばいねそれ半端ないね、だからあのね、築地行って、美味しいもん食べてそうなんですか、はい、まだローンも残ってますからね、はい、それはいいや、これ書くよ、コメントいや絶対これ従業員だ、大輔さんいつもご飯ごちそうさまです、ね、なんかもう、メッシーだからね、メッシー、いや、築地行きたいな、築地マジで行きたいですね、なんか築地、なんか結局は別に築地の、はい、だからそのどんだけ鮮度がいいかはまあ気になるけど、はい、なんか築地でご飯を食べるとまだ俺7年をってしたことないから、はい、でそれも言ったら始発で行ったら遅いんやろちょっと、はい、もう3時ぐらいにこっち出てぐらいの行って、ね、4時とか4時半とかからの店が多かったです、あそうなんや、ほなもう3時に出て全然間に合うぐらい、そうで食べてやん、はい、いやそういう、そういうのでいいやん、ただもう本当食べて帰るだけなんですよ、いや別に車やからいろんなとこ行けるやん、車っすもんね、あ、うわ、そっか、休みの前の日とか行ったらさ、別に早く車買わなきゃですね、いや、楽しいよ、絶対5月、6月、自分の誕生日プレゼントに買おうか悩んでるんですよね、車をめっちゃいいっすね、うん、車なんかなんで今まで持ってたのにホスト始めたらないんだろうって結構虚しくなってきた、都内に住み始めたからじゃない、まあそうかね、都内に住んでもいいよ、結局はいやいや、車持ってみ、なんか、あの、いいよだってさ、駐車場を普通さ、じゃあ何時か最大千何百円とか言うやん、はいはい、タクシー乗ってさ、普通にペーって言ってもさ、1500円以上行くやつ、絶対言いますね、じゃあ別に車で行って車止めといた方がいいやん、そうっすよね、そうっすよね、はい、絶対そっちの方がいい、花はいや、やめて、なんででっかいポンコツいるわけだよ、どこに止めんねん、絶対いないよね、この辺、え、まあでも今日も見たし、たまーによる、たまーによる月1ぐらいしかない、ほんとなんかこういう肌黒くてゴローズ僕みたいな、こんなやつなのは持ってますけどね、でもチンコ見たら白いみたいなリッターさん、その燃費悪いのがね、そうだよね、それだって、ちょっと友達迎え行って帰ってきたらもうガソリン5000円分ぐらいなくなってる、すごいな、ほんとすごい、あれもガソリンもう流しながら走ってるみたいな、ほんとそう、ほんとそのレベル、そんなんがいいの、まあ好きなんすよね、何がいいの、なんすかね、そのやっぱ大きさじゃないですか、え、で大輔あの形がなんかもうすごい好きなんですよ、ね、大輔運転してる時だってずっと無言やん、あんないかつい車しててさ無言やろ、確かになんか、ね、高倉健みたいな感じめっちゃ真面目だな、肌黒くていかつけてチンコ出してみたいな、なんだこいつみたいなチンコは出してないから、運転しないと出してたもしかしたら、いや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 、ではここで、まあ、大好きシリーズ大好き特集か一旦あのストップさせていただきます、だんだん変な話になってきてチンコってなってきたからさ、これで一旦締めさせて、あ、締めさせてじゃない、CM の方行きたいと思います、それでは CM の方どうぞ、
みたいんです。君たちか、待つぜ。なんでうちを選んでくれたの。月給26万3ヶ月サポート、新人でも出勤7時から3ヶ月に1回旅行付き。忙しすぎて人が足りないけど明日から来れるか。はい。君たちやっぱり60だな。CM 開けました。ゆきやさんグルグルやって、めっちゃ書いてある、書いてあったね。葵入りたいです。お、来てください。ぜひ来てあげてください。連絡してください。もう俺らはフェローズやから全然ちゃう。あ、そうだそうだ、フェローズじゃない。なんで乗っかっちゃったんだろう。ほら、ほら、タクヤ、あんな葵行きたいやったら行けばいい。でもこれ何ステーションにする。今度何ステーションなんすか。ステーションって何なんすか。いや、なんかホスグラステーションきっかけの青いステーションみたいな、なんかそう、フェローズステーションさ、フェローズ名前ダサいっすね。フェロステみたいな。いや、そうしたらなんか下ネタみたいな方向で、そうっすね。今なんか言っちゃいましたね。好きやなお前、ほんとそういうの振ったうすか、言い始めたら部長だよ。いや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 、2店舗でやるか、今ここなんか話中なんですけど、どうなるかまだ未定なんですけど。何、あ、2店舗で放送やるのっていうところです。え、分かれる。あ、でも2回ちゃうかったっけ。なんか今なってんのが交互みたいな。ああ、なってます。でもなんか一緒にした方がなんか視聴率は上がるような気はするけど、ね。あ、なんか一緒にしたら何かがダメってなってそれなしになったんだよね。いいね、いいね。ああ、なんかあれか、タクヤを見たくない日があるから。ああ、それもそう、ね、それもそう、それも。俺グーグー、俺グーグー、はい。このまま誰か言うだろうみたいな。もっちとしては全然な、ホスト仕事してるね。はい、青い足引っ張るな。やっぱり青いか。はい、じゃあフェローズ行く、さっきからありがとうございます。大盛況ですね、これも。フェローズ、乗っ取り計画、乗っ取り計画大成功やね。はい、ここでちょっと話が流れないうちにちょっと行きたいと思います。今週日曜日22日、部長リアルバースデー。おー、いやいや、ちゃうでしょ、これが主役や。いいところ入ってくるから、よかったよかった。どうも、悩んでたからね、今。いや、バースデーイベントになります。はい、よいしょ。初めてですね、ホスト。おー、そうか、初バースデーだね。いつ入ってきた。今年の7月、あ、去年の7月ですね。今何月。今1月です。あ、じゃあもう7ヶ月目ぐらい。今6ヶ月目。あ、なるほど、半年か。緊張するの。緊張するって。緊張します。緊張します。俺緊張とか1ミリもなかったんだよ。マジで1ミリもなかった。お客さん1人来るかなって。マジで。もう平気でしょ。平気や。来るでしょ。もう大丈夫だよ。もうナンバー入るからね。ワンチャンお母さん呼ぼうか迷ってます。お母さん、お父さんも呼んだ方が売り上げ上がる。お父さんシャンパンめっちゃ下1万上がった。すごいよな。勝手に来てバースデー。初めてのバースデーとかどんなやったかな。覚えてます。なんかよう分かれへんけど、チェーンメールみたいな、その当時メールやから、はい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 、チェーンメール回されたの、お客さんに。おー、なんかチェーンメールって懐かしいですね。なんか結構暗い重たい話やけど、お前営業頑張るわけやっぱ、お客さんめっちゃ呼びたいし、とにかくめっちゃナンパ したことかね言うて、はいはい、ねやるわけや、はいはい、でやって、で営業かけたけど、やっぱりなんかあーだこうだなんだらかんだらんで、もう数打ち当たって何個か来ればいいやぐらいと思ってたから、そしたらなんかやられて、なんかこの人はみたいな、なんかあの私の友達を殺したみたいな。先輩とか社長とか普通にチェーン名送って、で出勤したら、俺知らんやそんな、出勤したらお前どうしたみたいな、人殺したみたいな。みたいな。で、誰がやったかもあんま分からへんけど、ええわ。従業員もあの部長のことよりもチェーン名のこと信じるですね。そうやね。それも話ですね。社長はあれやったな、おいお前なあの子来へんのみたいな感じやな。ね、チェーン名送って、え、この子来へんのみたいな、多分来たらええと思うねんけど、何がええねんってね。すごいっす。
それが1年目の思い出ですか。1回目のバスでそんなやったと思うけどな。じゃあユキヤのバスでどうなるんですかね。どうなんだろうな。ユキヤどうなんどういう心構えなの。もうあとだってもう4日、あと3日、あと5日、だってもう今日は水曜日だよ。行かれへんか。150だって。あとギリギリいけるんじゃないですか。1000人お願いします。150やで、ね、あともう5分ぐらいしかない。4分か。4分で150、頑張れ頑張れって。だいたいあれやん。あ、やばい、従業員やから。あ、従業員なんすかね。タクヤって言われてますよ、ね、あーさんだよ。ゆきやしゃべれー。なんかないの、意気込み。意気込みバースでこんなにしてやるぜ。まあなんかボトルとかでもいいんちゃう。まあボトル、いやルイはちょっとじゃあリシャール、リシャールぐらいで。おー、早いね、目標で。俺もうリステル下ろすので精一杯やったな。そうっすよ、チェーンがありますからね。そうっすよ、こないだな、こないだのバースでな。絶対嘘じゃないですか。ボトルを下ろしてました。何もお客さん何も話してんからね。あ、そうなんすか。へ、うん、そうなんすか、うん、すごかったですかね。バースでこんなもんだぜっていう。い、全然何も話してんし、なんか本当あれだよね、寝てる間にこう確かに落とし玉が降ってきたみたいな。はいはいはい、いけあるって。じゃあ行くべ。なんかもうコメントこれもう拾いたくないんですけど。絶対欲しいけど。次はアドレブットバース。なあ、頑張ってな、こうやって。はい。バースデーやで。バースデーか。バースデーか。バースデーですね。何着んの？とりあえず袴着ようか、まあそれかふんどしにしようかちょっと迷って。マジで？袴予約はしてない？予約はまだしてないです。ああ、じゃあ言ってよ。ちょっと早めに言わなかった。ふんどしは俺持ってるからね。そうなんだ。一時なんかふんどし営業みたいなやつ。あった。大好きやん。俺らは何も持ってないからね。でも俺22バース、リアルバースデーやからね。そうですね、部長と僕誕生日一緒なの。どっちもメインで考えてもらっていいですか。で、ね、確か、はい、月曜日波がいいね、絶対。いや話変わるよ。話変わっちゃ波いいね。なんか、あ、ちょっと日曜がピークで、なんか土曜がもうぐちゃぐちゃで、で、あの日曜、あ、月、あ、土曜がぐちゃぐちゃで日曜落ち着いてめっちゃ良くて、はい、で月曜も多分残ってたら全然いいね。はい、だから、うん、それ行きたいから飲みたくはないね。多分残ってないんじゃないですか、波は。いや残ってんねん、これ意外とこれずれたりするから。そうですか。そう、なんか逆に日曜がダメで、はい、月曜が落ち着いてたりとか、はい、いい感じだったりとかしてとか、はい、だから多分ね、まあ飲みたくないっていうか、やっぱだって分からへんやん、やっぱりそれで朝方になってみて、ね、情報を見て、はいはい、そうその前にちゃんとやってもらうと、ね、このシーナっていう人ね、なんかね、僕もね、ちょっと群馬からバイクで来いって言ってたですよ。これ混じってる、このなんかやつらの中に。あの、ゆきやさん、こう見えて昔はね、やんちゃしてたからね。いやいや、そうですね。てか、あれあれやもんな、言ったら、ケイタとユウヤ。あ、そう、後輩やもんな。そうです。ケイタとユウヤしてる人多いと思うけど、それ、まあ、あいつらがやんちゃしてたと思うけど、はい、こいつはそこの地元の後輩1個下、1個下、あ、1個下か、うん、ケイタかユウヤってやっぱケイタの方がダントツ、あれ、そうですね、ケイタさんの方がもうダントツ怖いです。じゃあ何が怖いん、ケイタが。いや、もう身長のデカさっすよ、ね、そこかよ。俺も今言おうとしたけど。身長と顔と手だけは本当大きいから、ね、あ、サイド本当全てでかかったっすよ。でもこの間久しぶりにやったらめっちゃちっちゃくなっとったから、ね、体だけやったな、もう。顔ちっちゃくなったんすか。顔はでかい。顔でかい。ケイタさんいてくれたら助かったんすけどね。僕目立たなくて済むんで、顔のデカさ。でも銀河が俺やん。兄弟とか言われると死にたくなりますからね。やばい、あ、雪は流れてきた。ちょっともう意気込みも語って、うん、どんなイベントにしたい、雪は。そうですね、まあ、一番、まあ、自分の中でバースデーって初めてなんで、うん、めっちゃ緊張する部分とかあるんですけど、はいはい、まあ、お客さん、まあ、ちょいちょい呼べればいいかなぐらいで考えて。軽いね。軽いね。とりあえず形残しておこうかな、まあ、形残して、うん、まあ、後輩も増えてきたんでね、ちょっとかっこいいところ見せれたらいいなって思いますね。お前で、俺22日譲ったんやから。なあね、波を捨ててまでもね、飲んでくれる。波はそうだよ、波は譲らない。あの、自分の誕生日に合わせてバースデーは譲るかもしれんけど、波だけはずっと譲られへんから。波は譲らなかったからバースデー譲ったんすか。まあ、基本的には大体波が優先や。波優先、波優先。すごいっすね。
酒なんか飲んでられっかっていう。てかもう特攻服でバースやったらいい。あ、やってよ。いやいやいや、あ、それやってよ。ボルフでゆうややってたね、あいつ。え、そうなんだ。で、なんかフリーのお客さん入ってきて、はい、まあこれもそのお客さんがあれやか分からへんけど、はい、ちょっと変わってたんか分からへんけど、はい、右翼の人がいる。なんでやねん、それはやばい。それはやばいっすね。それやばいっすね。まあまあ目立ちますけどね。でもなんかゆき、あんまそういうの言いたくないんでしょ。そう、いや、言いたくはないっすね。じゃあいいじゃん、もう外だけでも出ちゃえ。バイク持ってこない。もういいやん、パンチパーマしようぜ。あ、パンチパーマ、それやってよ。パンチ当てようぜ。そんなかけれない。いや、全然いけるっすよ。マジでパンチだった。いや、でも特攻服ないんすよ。ちょっと、預けられちゃったんで。あ、そうなんだ。持って帰れたの。持って帰れちゃったんで。その後輩が金かけずに特攻服着て上がるからね。先輩からもらうのが一番早いからね。みなとみたいなやつに持ってかれちゃったんで。あ、1分前そういうことだね、やっぱ俺指してた通りいけるかな、あれ、固まってる、あと7個、いける気がする、これは見かけによらないよ、よろしく、やばいだって、はい、相模原のヤンキー、群馬のヤンキー、相模原のなんつうの兄ちゃんです相模原の兄ちゃんなんて言うんだろう、兄ちゃんねる相模原の兄ちゃんねる、やばそうだ山形のヤクザっていうほんまね、もうヤクザ、ね、はい、ヤンキーを超えてますからね。30秒、それでは、大輔くん、幹部補佐おめでとうございます。安藤ゆきや、今週の日曜日バースデー頑張ってくださいということで、今日のゲストはこの2人でした。無事ね、まあ、初っ端だけかと思われない結果を残せました。1000コメントよいしょ、ありがとうございます。来週も放送火曜日また引き続きありますので、またね、1000コメント3連チャン、ちょっと皆さんよろしくお願いします。ということでまた来週、バイバイ。バイバイ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。